はい、こんにちは、カブパパです。はい、カブ110で行ったプチ2を動画にしてみました。はい、これはね、先日取り付けたメッシュのインナーラックです。 GoPro Hero 6あたりをね、ラフに放り込んでおけるので便利です。これはね、本当につけてよかったです。はい、ここからね、ツーリングです。ここは県道75、通称大谷街道ですね。はい、スーパーカブ110を買って、またね、まだ近所の農道しか走ってなかったんで、ここから往復50キロのプチ2に出かけます。はい、行き先はね、日光おころ川方面になります。では行ってきます。ちなみにね、正面に見えるギザギザの山は、日本百低山でおなじみの古賀志山ですね。583m です。僕の登山のトレーニングでよく登ってます。ちなみに今はね、14時40分、気温は約12度、日光に向かってますんでどんどん寒くなってます。さっきまでね、日光の雪がこっちまで飛んできました。こんな時ね、レッグシールドがついてるカブってね、ものすごくありがたく感じますよね。はい、JR 日光線の踏切です。はい、正面はね、有名なあの日光杉並木、霊平市街道に合流します。はい、そしてね、この交差点は左です。で、ここから県道149号おころ川方面に向かいます。細かい道をね、くね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 行って、はい、ここがね、板荷の三叉路、こちらをおころ川方面に向かいます。狭い街道なんですけど、こう農家の軽トラもね、ビュン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 飛ばすんで、ちょっと怖いですね、この道は。はい、定番のね、休憩ポイントがここなんですよ。で、左側はね、あの黒川ですね。はい、カブママのね、バイク練習でもね、よくここのポイントに来ました。結構ね、広いんですよ。車ね、20台ぐらい置けるポイントです。はい、ここはね、山中桜並木っていうところなんですが、非常に絶景ポイントになってます。一応ね、インスタ用に写真なんか撮っちゃってます。はい、ではね、先に出発したいと思います。左にね、黒川を見ながら、川沿いのワインディングをね、走っていきます。4月の桜に始まって、5月の新緑、そしてね、秋の紅葉まで、ここはね、僕のおすすめのツーリングコースです。はい、この橋を渡っておころ川の町の中に入ります。
しかしね、本当誰にも会いませんね。一人もいません。この辺りからね、だんだん道幅が一気に狭くなって、車1台分の幅しかなくなります。本当狭いですよここは。ブラインドではね、スピードダウンしないと本当怖いです。標識が、ね、見えてきましたね。はい、日光には行かないでね、小深原方面に行きます。はい、これ左ですね。はい、もう一つ標識。はい、ここをね左に曲がって小深原に向かいます。はい、ここの峠を越えればね、小深原街道草木湯の郵便局あたりに出ます。日光とね鹿沼を結ぶ重要な峠道です。だから割とね交通量はあるんですよ。こんなね山の中で工事やってるんですね。はい、ここからね下部で、峠を遊びたいと思います。ただね道がジャリジャリなんですよ。小砂利が多いでね、ほんとスリッピー、滑りやすいですこの道。杉の葉っぱがまだないからいいけどね、よくここはね転倒事故が起きます。この峠道はね本当バイクには面白いんですけど、まあ何せ道幅が狭いんで、まあ、対向車が怖いです。注意です。はい、明るくなってきましたね。この辺りがね、だいたい峠のてっぺんです。高校生の頃ね、夜中にここを通ったことがあるんですが、なんかゆさゆさとね、動いてる謎の車がありました。あれは一体ね、何だったんでしょうね。未だに分かりません。ここから下りになります。この道はね、モーター道で下るとね、本当面白いです。でね、12月から2月までは凍結してる場合があるんで、非常に注意が必要です。カブでもね十分走れますね。面白いですよここは。実はねカブ乗ってからずっと感じてたんですけど、運転席がほぼ垂直でしょ、こう事務所の椅子に座ってる感じでね。だからね風圧がまともにね上半身に当たるんだよね。50キロ以上の場合は特にねこうきついです。ぶわっときます。今はね春先だからまだいいんだけど、真冬はこれやばいね、ちょっとね。雨なんかもまともに直撃するだろうし、こうね、風防っていうの、ウィンドスクリーン、これいいなと思います。はい、峠を降りてきました。カブテ峠もね、面白いですね。もう全力出してね、走っちゃってる感じがね、非常にこれ好きですね。正面に見えるのが小深原街道です。今日はね時間の関係で左折で宇都宮に戻ります。右手を流れる川が大芦川と言います。栃木県でね一番水がきれいと言われてる川です。はい、料金になるとね路肩が釣り師の車でいっぱいになります。よく考えてね駐車してほしいと思います。しかしね車体が軽いってのはいいですね。路面からのね下からの突き上げが軽くて済むし、肩が凝らないですね。
本当楽です。ただね、この姿勢での運転っていうのは、まあ、風が正面からまともに当たってしまうので、まあ、早いところね、ウィンドスクリーンを装着したいと思います。これは必需品だと思います。はい、どうもね、皆さんご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネル登録の方よろしくお願いします。カンパパでした。